こんにちは、ザワザワジャポンです。2024年8月9日から映画ブルーピリオドが公開されます。ブルーピリオドは2017年より月刊アフタヌーンで連載開始し、現在も連載中です。絵を描くことの楽しさに目覚めた主人公を中心に、美術大学受験予備校や入学試験での苦悩、東京芸術大学の学生として美術を学んでいく姿を描いた青春群像劇です。あらすじ、そつなく器用に生きてきた高校生矢口八虎は、美術の授業の課題、私の好きな風景に困っていた。悩んだ末に一番好きな秋型の青い渋谷を描いてみた。その時に絵を通じて初めて本当の自分をさらけ出せたと感じ、美術に興味を持ち始め、のめり込んでいく。そしてついに国内最難関の美術大学への受験を決意するのだが、立ちはだかる才能あふれるライバルたち、正解のないアートという大きな壁、経験も才能も持ってない自分はどう戦う、八虎は自分だけの色で描くことができるのか。ブルーピリオドは2021年10月にテレビアニメ化されています。今回は映画ブルーピリオドの出演者について、アニメのキャラクターと比較しながらご紹介いたします。なお、キャラの説明はアニメのものとなっておりますのでご了承ください。矢口八虎、前田郷敦、高校2年生、悪友と遊びつつも優秀な成績をキープするほど容量がいい、スクールカースト上位のリア充だが虚しさを感じている。いくつものきっかけから美術に魅せられ、進路に日本最難関の東京芸術大学の油絵専攻を志す。前田郷敦さんは学生時代吹奏楽部でサクソフォンでプロを目指していましたが、東京芸術大学を受験するも不合格でサックスの道を断念しました。ブルーピリオドの主人公八虎も東京芸術大学を目指すストーリーのためリンクする部分がありますね。その後芸能界入りし、2019年に映画小さな声の歌でデビューしました。父は千葉真一さん、兄は新田真剣佑さんの芸能一家となります。2023年1月22日に兄の新田真剣佑さんと一緒にそれぞれ一般女性と結婚したことを発表しました。鮎川隆二、高橋文也、やたらと仲のいい同級生の美術部員、個性的な服装を着こなすクラスの人気者、周囲には名字の一部を取ってゆかちゃんと呼ばれている。進路には東京芸術大学の日本画専攻を志望、やたらを美術部に招き入れる。高橋文也さんは2017年に男子高生ミスターコン2017で応募者1万人の中からグランプリに選ばれました。2019年に放送された仮面ライダー01で主演を務め、主演俳優としては初の21世紀生まれということで話題になりました。現在ではドラマで主演を務めるほどにもなり、さらにバラエティ番組ぐるぐる99のゴチになりますのメンバーとして出演したり、オールナイトニッポンクロスのレギュラーを務めており、活躍の幅を広げています。高橋与太助、板垣李光、八虎が美術予備校で知り合った天才少年、同い年ながら図抜けた美術の才能と技術を持つが、コミュニケーションは得意ではなく口数も少ない。進路は八虎と同じく東京芸術大学の油絵専攻、似たシャツをたくさん持っている。板垣李光さんは2002年1月28日生まれ、山梨県出身、2歳からモデル活動を行っており、小学5年生の時にオーディションに合格し事務所に所属しました。2021年あたりからドラマ映画への出演が増え始めており、最近ではメインキャストの一人として作品への出演が多くなっています。森丸、桜田日和、高校3年生、美術部の部長、小柄で運動も得意ではないが、こと美術に関しては情熱を持ち、東京芸術大学の絵画科を志望している。巨大なキャンバスに絵を描いており、後にその絵は八虎を美術に目覚めさせるきっかけとなる。桜田日和さんは幼少期からモデルを中心に活動していましたが、小学4年生の時に受けた女優オーディションを機に事務所を移籍し、子役として女優活動を始めました。特に2014年に放送された芦田愛菜さんが主演の明日ママがいないではメインの子役の一人として出演し話題になりました。現在も女優として活動していますが、雑誌セブンティーンのミスセブンティーン2018に選出され、専属モデルとしても活動していたこともあります。桑名真希、
中島瀬那、八虎が通う美術予備校で一目置かれる少女、両親が東京芸術大学出身という環境で育った、姉が東京芸術大学に首席合格したことにプレッシャーを感じている。だがそれを外には見せず明るく振る舞う中島瀬那さんは、2017年からモデル活動を始め、小学生ながら雑誌コマーシャルフォトやポパイの表紙に抜擢され注目を集めました。2018年には映画クソ野郎と美しき世界のエピソード2、シンゴちゃんと歌食いの巻でヒロイン歌食い役に抜擢され女優デビューを果たしました。2021年には新人女優の登竜門であるポカリスエット CM ガールを務め話題になりました。その他にも米津玄師さんやバンプオブチキンのミュージックビデオなどにも出演しています。橋田遥、秋谷育穂、与太助とは高校の同級生で、やたらと美術予備校で知り合う。他人の作品を見るのが趣味ゆえに各地の美術館に通い、幅広く知識を蓄えている。関西弁で人当たりもよく、周囲に気遅れするやたらにも気さくに接する。秋谷育穂さんは2020年に芸能事務所に所属し、同年テレビドラマ先生を消す方程式で俳優デビューしました。その後も金田一少年の事件簿、真夏のシンデレラ、アイラブユーなどの作品にも出演しており、その演技力と魅力で注目を集めており、今後さらなる活躍が期待されています。恋学母新兵藤克実、ヤトラの悪友仲間、眉なしにオールバックヘアで周囲から怖がられることも多いが、ヤトラの変化にも敏感に気づくなど繊細な性格、誰にも言ってはいないが実は心の内には意外な進路希望がある。あだ名は恋ちゃん、アニメでは恋学母となっていますが、実写映画では恋学母新というフルネームでの役名となっています。兵藤克実さんは2017年にガールズアワード ×ABEX ボーイズアワードオーディション3rd ボーイズアワード賞を受賞しました。2019年には映画5億円の人生で俳優デビューし、さらに騎士竜戦隊竜ソージャーでテレビドラマ初出演し注目されました。特技は野球、高校3年の野球の最後の大会で福岡県で準優勝したほどの実力校出身です。その功績もあり、2023年に放送された TBS 系列の日曜ドラマ下克上球児にも出演しました。大場麻優、江口のり子、ヤトラたちが通う美術予備校の講師、体格も声も大きいためとても目立つ。美術初学者のヤトラにも飴と鞭を使い分けながら指導し、くせ者揃いの教え子たちに向き合う。息子を3人育てるパワフルなお母さんでもある。江口のり子さんは19歳の頃上京しました。上京した頃は所持金が2万円しかなく、3畳1間風呂なしアパートで住み込みの新聞配達の仕事をしていたという苦労人です。現在では女優としてさまざまな作品に出演しており、特にドラマ半沢直樹の演技力の高さが話題になり、2021年4月期放送のテレビ東京のドラマソロ活女子のすすめで民放の連続ドラマで初主演を務めました。佐伯雅子、薬師丸ひろ子、ヤトラたちの通う高校の美術講師で美術部顧問、いつも笑みを絶やさず柔らかな雰囲気を携えているが、経験と知識に裏打ちされた鋭いアドバイスを部員に送る。薬師丸ひろ子さんは中学1年生の時オーディションで優勝し、1978年に高倉健さんとの共演で映画デビューしました。特に1981年に主演を務めたセーラー服と機関銃が大ヒットし、さらにデビュー曲である主題歌セーラー服と機関銃も大ヒットし、国民的女優になりました。いかがでしたか？ちなみに今回ご紹介した以外でも、堅実な道を歩んでほしいと芸大受験に反対をする八虎の母矢口真理恵役に石田ひかりさん、八虎の父矢口信行役に安さん、高校の物理教師後藤先生役に三浦雅樹さんなどが発表されています。実力派俳優陣が八虎の情熱と青春を彩ります。映画ブルーピリオドは2024年8月9日公開です。皆さんはブルーピリオドの映画についてどう思われましたか？コメント欄にぜひ感想をお待ちしております。この動画のご感想をお待ちしております。またチャンネル登録と高評価もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。